クレマン・マロはルネサンス期のフランスの詩人。マロは1496年から1497年の冬のいつか、ケルシーのカオールで生まれた。父親のジャン・マロはカーン出身のノルマン人でかなり実力のある詩人だった。カオールには相当長い間住んでいて、二度結婚し、二度目の妻との間にクレマンを設けた。1506年、父親が フランス王妃、アンヌ・ドブルターニュにエスクリプベインとして使えることになり、少年だったクレマンは本人の言葉によるとフランスに連れて行かれた。長寺でパリ大学に進み、法を学んだ。施作は父親が指導した。レターカーズと呼ばれる詩人たちの時代だった。詩人たちは大げさで弦楽的な言葉と15世紀の偶意的な様式への執着とを結合させ、 複雑かつ人工的な形式のバラード、ロンドンを作っていた。クレマン・マロは、こうした指形を使って、フランソア・ラブレーのラミナグロビスのモデルといわれる、ギヨーム・クレタンへの賛辞を書いた。一方で、1512年、ウェルギリウスの第一、牧歌を翻訳した。マロは、間もなく法学の勉強を捨て、ビレロイの領主、ニコラド・ヌフビルの従者になった。 このヌフビルがマロを宮廷に紹介した。当時のフランスの王朝バルアケは文学に熱心だった。1514年、マロは、レ・ジュージ・アマン・デ・マイネスを、大い継承直前のフランスは一斉に捧げた。そのすぐ、あと、マロは、クロード・ド・フランスへの、フォック・ター・デ・ラ・レーヌと、自分でそう呼んだか、あるいは呼ばれたかした。1519年、マロは、 芸術のパトロンとして知られるマルグリット・ダランソンの従者の一員となった。マロはフランソは一世のお気に入りでもあり、1520年の禁断の陣に参列し、死でそれを祝った。翌1521年にはフランドルの野営地に赴き、戦争の恐ろしさを書いた。マルグリットの宮廷にいた文人同様、あるいはそれ以上に、マロがマルグリットの趣味の良い作法、 尽きない思いやり、称賛すべき知的教養に見せられたことは間違いない。しかし二人が恋愛関係にあったかどうかはわからない。いずれにせよ、感情かもしくは成熟した批評眼のどちらかがマロのスタイルを大きく変えた。ところでその頃、マロはディアーヌという女性を賛美する詩を書いた。その女性はディアーヌ・ド・ポワチエではないかという人もいるが、異論も多い。 16世紀の詩人たちは、相手の女性のことを偽名で呼ぶのが習わしだったからで、ある。1524年、マロは、フランスワは一世のイタリア遠征に随行した。しかし、パビアの戦いで、フランスワは一世が、捕虜になった。マロが負傷したか、王と運命を共にしたかはわからない。いずれにせよ、1525年の初めにマロは、パリに戻った。やがて、 マルグリットは知的な理由から、フランソワ一世は、政治的な理由から、二人はこの時代を特徴づける、人文主義と改革の二重の、啓蒙運動を支持するようになった。しかし、革新への強力な抵抗が起こり、特に慎重でもなかった、マロは異端の罪で逮捕され、1526年2月、シャルトルに投獄された。しかし、 マルグリッドに代わって友好的な好意聖職者たちが復活祭前にマロの解放を決めた。この東国はマロにエル・アンフェアという迫力ある詩を書かせた。この詩は後に友人のエティエン・ヌドレに模倣された。マロの父親が亡くなったのはこの頃で、マロは父親の役職だった王の従者についた。さらに1528年には宝級250リーブルで、 王室の一員となった。1530年ごろ、結婚した。1531年、再びマロはトラブルに見舞われ投獄されたが、この時も釈放された。この時、フランソは一世に書いた釈放をこは有名なものである。1532年、マロは、クレマンの若き日と題した最初の作品集を発表した。 大変な好評で何度も番を重ねた。その中でも、どれの1538年版が最も権威あるものと考えられている。しかし、マロの敵たちは、先の失敗にもくじけることなく、1534年の激文事件にマロが関わったと訴えた。マロは逃亡した。ネラック、ナバラ宮廷を経て、マロが向かった先は、マルグリッドの義理の姉妹で、 フランス宗教改革の支援者だったルネド・フランスのところだった。その領地はフランス国外だったからである。フェラーラでマロはフランスのすべての詩人たちが模倣したブラゾンを含む作品を書いた。トーマス・シュベレットはブラゾンを相手に対する果てしない賛美、もしくは絶え間ない非難と定義している。マロの追随者たちのブラゾンは1543年に ブラッセンスアナダミックス・ジュコープス・フェーミナという題名で出版された。ルネド・フランスは夫のエルコレ一世でスてにも自分と同じ考えになってくれるよう説得したができなかった。マロはフェラーラを去ってベネツィアに行った。しかしフランスは一世の恩赦を得てマロを安堵してフランスに戻りリヨンで誓いを立てて遺タを捨てた。1539年。 フランス王は一世はマロに郊外の家と土地を与えた。1541年、マロは紙編をフランス語の陰文で翻訳して出版した。この本は当時代流行となり、宮廷の有力者たちはそれぞれお気に入りの商品を選び、宮廷で街中でそれを歌った。大げさかもしれないが、マロの紙編は、 フランスでの宗教改革を推進したと言えなくもない。聖典の三文による翻訳が、フランスでさほど受け入れられなかったのは、たとえ場違いなテーマであれ、当時はまだ詩が三文より好まれていたからである。マロ役の、詩編は、後には、プロテスタントの回収を集めるために歌われるようになる。しかし、詩編の出版は、ソルボンヌがマロを訴える機会を与えた。翻訳に、 誤りがあるというのである。マロは、フランスは一世に頼ることもできず、1542年、ジュネーブに逃亡した。しかし、運勢はマロに味方しなかった。マロは、多くの友人たち同様、プロテスタントとして、宗教上の自由意志を持っていた。マロの評判は、ジャンカルバンが厳格な統治を行うジュネーブでは、致命的だった。マロは再び逃亡し、ピエモンテへ向かう。 途上の1544年の秋、トリノで隠しした。ありがとうございます。